例えばですね、ふとある時に感じる、こんな風なことね、ないでしょうか。どうして私は、たくさんの人の中に入っていくのが苦手なんだろう。どうして、私は人の中に入っていって、群れることが嫌いなんだろう。そういう自分がですよ。そういう自分をね。自分のことを、これってちょっとおかしいのかなって思ったり。でも仲間外れみたいでちょっと寂しい。寂しく思ったり。孤独感を感じたりしたら、ね、寂しく、悲しくなったりしたら、悲しくなる必要はないんだけどもね、そのわけを今から言いますけどもね、一つ思い出してほしいことがあるんです。一つ覚えてってください。縁結びの神様がある時、私にこう言ったんです。そういう人と群れるのを苦手とする人の魂には特徴があるんだって。どういう特徴だと思います？それはね、神様から見て、とてもとてもいい魂を持っている人なんだと。すがすがしい、清らかな、きれいな魂なんだそうです。そういうのはね、高い魂の人の特徴なんだよ。ただ、そういう人はね、現実として、そういう人は、同じく性格がいい人、高い魂レベルの人じゃないと、ね、そういう人でなきゃ、絆は結べないんだと。魂のレベルが高い人としか、深い絆は結べないものなんだよ。そうなると限られてくるよね。だから人の中に入っていったり、人に合わせるのが難しいことになるかもしれない。賑やかな人の輪に加われないことがあるかもしれない。でもそれでいい。それでいいんだよ。あなたは、あなたのままで、いいんだよ。はい、お帰りなさい。案内人の池田芳香です。この世の中というところを見渡した時にね、いろんな人がおりますけれども、いろんな人がいるけれども、口にしたくないような、そういうことを平気で言ってきたり、人を傷つけて平気な人、そういうことをする人、わざとしてくる人って、どうしてもね、いたりするじゃないですか。それとかね、ある特定の人と会う会わないっていうのもある。そういうことが、ね、そういうのが分かってくる。あの人たちとは波長が合わない。合うかと思ったこともあったけれども、やっぱり合わない。だからそういう人がいるね。そこに行きたくない。
交わりたくない。さすがにこの私たちの年代になるとそういう経験が多すぎて、増えすぎて、豊富すぎてね、諦めモードになったりね、していませんか？縁結びの神様ってすごくね、優しい神様ばかりなんですよね。性格が優しくって、人の気持ちがわかる、気持ちがわかるから縁結びしてくれるんですけれども、縁結びの神様ね、出雲の国の大国主の御事、大国主の神様もそうですけれども、神話の時からね、実績のあるくくり姫の御事ね、くくり姫ね、くくり姫の御事もですね、優しいんだ、優しい、神様の中でも性格がすごく優しい、人の気持ちがわかる。ただわかるから難しいっていうのもあるんですね、縁結びってね。縁結びってさ、誰か人がいれば、相手がいればちょちょいと結べるかっていうとね、当たり前だけども全然そういうものじゃなくってね、当たり前ですけれども、願い事の中でもね、難しくて、中でもですよ、さっき言いましたけども、神様から見てとてもいい魂を持っている人は、はっきり言って低い魂レベルの人とは深い絆は結べない、そういうところがある。例えばですけども、人の中に入っていくの私は苦手ですっていう人でも、意味もなく人と群れるよりも自分一人でいる方がいいと思ってる、自分はだからちょっと変わってるかもしれない、でも一人の方が楽だし、好きでもない人たちと一緒にされるくらいだったら一人でいた方がいい、そういう人は、そういう人の魂はちゃんとした物事のわかる性格がいい人としかくっつけない磁石ね、くっつけない磁石のようなもので、そうでない人と一緒にいたらムズムズしてね、反発してしまうんですよ。これね、ただ気分的に居心地が悪いだけじゃないんです。中には本当にね、じんましんが出たり、ね、顔がピクピク、ね、目のあたりがピクピクしてきたりして、ね、変な症状まで出てきてしまったりする。だから、そういうのにならないためにも、一人でいた方がいい。何でもできるしね、一人の方が気が楽だっていう人がいる。前にね、どなたかコメント欄に書いてくださってましたけども、何人もね、何人も、あのね、私はね、私は動物に好かれるからそれだけでいいです、満足って書かれてて、私ね、手叩いて拍手しちゃったよ、ほんとね、動物に好かれてるからそれだけでいいですって、満足だって、おいいね、おね、本当ですよね、そうそう、動物たちはね、優しい人に近づいてって見抜くんです、そういうの。ね。縁結びの神様ってね、神様ですから、悪い結果にしないようにするんです。特に、いい魂を持っている人は、神様みたいに優しい、高い魂の人しか絆を結べないから、性格がいい人、高い魂の人としか結びつけられない。でもあえてね、高い魂レベルの人、綺麗な魂の人は、あえて自分とは本当は合わない人と絆を結んで、
その人を救うっていうね、救う。その人を救うっていう人生を歩むこともあるみたいです。あるんですね。パートナーのことばかりじゃないよ。夫婦関係ね、夫婦関係のことばかりじゃなくって、魂のことで言えば、自分より低い魂レベルの親のところに生まれてくることだってあるわけだし、神様に近い魂を持っているその人は、そういうこともあるんです。だからね、人と群れるのが苦手っていうのと同じ意味で、家族っていうのがそれに当てはまる。家族と過ごすのが苦手で嫌でしたっていう人、ね、これに当てはまったりする人もいるぐらいなんです。どうして私は人の中に入っていくのが苦手なんだろう。そういう自分をね、変だと思う必要はないです。どうして私は人の中に入って群れるのが嫌いなんだろうって、そういう自分をね、寂しく思う必要はない。なぜならそういう人は自分と合う性格の優しい人、性格がいい人、高い魂の人とだけ本当の深い絆を結べる人だから。性格がいい人だけに好かれる人だから。まだそういう人ね、そういう人たちに出会ってないとしたら、その時はね、必ず来ますから。あなたはどうかあなたのままでいてください、少なくともですね、この私の動画を見に来てくださっている皆さんは、これはね、私は胸を張って言えますけれども、私のところに来てくださっている皆さんは素晴らしい魂を持っている、ね、優しいよ、ね、あなたを含めてね。夏祭礼、大龍神の御霊力、龍神三宿、ご法府特別祈願。例年よりもね、大変多い、大変多くの方、皆さんにですね、ご参加いただいておりますけれども、まだね、この特別祈願の方は続いておりまして、このご祈願の方もね、まだまだたくさん届いておりまして、一つ一つ目を通させていただいて、神様に相乗させていただいております。この新しいご法府の方もね、新たに申し込まれた方にはもう間もなく届くと思います。届きましたらね、こちらも間もなくですけれども、結集の祈願ございますので、そちらもね、案内がありますので、ご準備いただければと思います。この世の常識をはるかに超えた、生きている人間が持っている常識をはるかに超えた、目に見えない力というのがこの世界には存在します。今は自分とね、波長が合わない人がいて、苦しいこともあるけど、次第に性格がいい人があなたの周りに集まってきて、そういう人たちに好かれる。そういう人だけに好かれる。そういう人間関係になっていく。特別祈願でもね、お話をしましたが、自分が強く望み続ける未来が、自分をその未来に引っ張っていってくれるものなんです。そのような強い願いのことを、祈願というんですね。あなたが強く望み続けるその未来が、あなたをその未来にどん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 引っ張っていってくれます。本物の祈願というものは、
あなたの未来になります。初めてご覧になった方は、このご抱負特別祈願はスマホとかね、パソコンでどなたでも参加していただけますので、ぜひ参加していただきたいと思います。どうかこの機会に強力な運気上昇の見えない力を受け取ってください。お誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。この世の常識を超えた、常識をはるかに超えた目に見えない力というのがこの世には存在します。あなたにその力があることを知ってください。あなたにあるその祈りの力が大切なんです。あなたのその高い魂の力で皆さんの願いも叶いますように、あなたが後押しをしてあげてください。皆さんにとってベストの願いが叶いますように、あなたにとって最高の素敵な願い、ベストの願いが叶いますように。見えない力が守っています。大丈夫、大丈夫です。それでは次の動画でも今のあなたにぴったりのお話をしていきますので、次回の動画でまたお会いしましょう。案内人、池田芳香でした。